ヨゼフ・フライナー・デメッツはカトリック教会の聖人で中国で宣教した神源会司祭である。ジョバン・マティア・フライナー・デメッツとアンナ・マリア、フライナー・デメッツの4番目の子供として当時はオーストリアの一部で、現在はイタリア領のドロミーティ南部にあるバディーアの町のオイエスで生まれた。ブレッサのーの教区人学校で学び、1875年7月25日に 司祭に除海された。その後、彼は、故郷からそう遠くはないサン・マルティーノ・ディバディーヤの担当に割り当てられた。学習中及びサン・マルティーノの3年間で、彼は常に宣教師への証明を感じていた。オランダのシュタイルにある、新玄界の創立者であるアーノルド・ヤンセンと連絡を取った。両親と司教の許可により、1878年8月に、 シュタイルに移り、宣教師としての要請を受けた。オーストリアリエシンクの教会のステンドグラス1879年3月、彼とその同僚である、ヨハンバプティストフォン、アンツァーは、香港への船に乗り、5週間後に到着した。彼らはそこに2年間滞在した。フライナーデメッツは、1880年まで最高を拠点とし、1879年には、 塩田後に教会を建てた。1881年に、彼らは認知である三島省に移った。彼らの到着した頃には、居住していた省の1200万人のうち、わずか158人が洗礼を受けていた。27年の間に受選者は20万人となり、求道者は4万3000人余りとなった。彼は、すべての人が理解する言葉は、愛ですと語っていた。 また、故郷に宛てた手紙で、私は天国でも、やはり、中国人でありたいと思います。中国人のために旋回死ぬより、他の願いはありません。ただ、中国の同胞の間に、私の骨を埋葬することを希望しますと書いている。フライナーデメッツは、中国人の信者や、司祭の教育に非常に活動的であった。 彼は選挙活動の重要な部分であると考えていた公共料理のマニュアルを中国語で表した。1889年、彼は高等園と結核にかかり、アンツァー司教と他の司祭たちは日本に行って健康を取り戻すように説得した。彼は後に中国に戻ったが完全に回復したわけではなかった。司教がヨーロッパへの旅行のために、 中国を離れなければならなくなった時、教区の運営は、フライナーでメッツに託された。その頃チフスが流行し、彼は自分が感染するまでは、どこでもできる限り救護の手を差し伸べた。彼は、山東省最害に戻り、1908年1月28日に、55歳で、大将の震源回収動員でこの世を去り、そこの墓地に埋葬された。 フライナーデ・メッツとアーノルド・ヤンセンは、共に、強皇パウロ六世によって、震源階層率100周年に当たる年の1975年10月19日に、列服された。その後、1987年3月に、ラムサン大学に在学していた、男子学生が白血病で既得となったが、フライナーデ・メッツの取次により完治したことが調査で、正式に認定され、再び、 アーノルド・ヤンセンと共に、2003年10月5日に、教皇・ヨハネ・パウロ2世により、成人の列に加えられた。A.B. ヨゼフ・フレナディ・メッツ、サービング・ザ・ピープル・オブ・チャイナ・ハット・ハンブル・ビギニングス・オン、イムチン・サイ・ハット・イムチン、ザイ・ビレッジ・アンド・ストリート、ヨゼフ・エス。チャペル・アーカイブド2008年9月29日。 アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、A.B. 聖服若しつかみ父、ヨゼフ・フレナ・ディメッツ。バイオグラフィー福音の光を掲げて、中国選挙の聖者フライナー・デメッツ神父の生涯、E.T. エドワーズ著、吉田清役申請者2003年 ISBN4 から883820564、192ページ。ありがとうございます。